ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、山本周五郎作、小説日本不動記全集より、郊外堀。それでは本文をどうぞ。第一章。坂巻幸恵之助は息を弾ませていた。顔には血の気がなかった。おそらくは櫛を入れる糸間もなかったのであろう。乱れかかる瓶の白髪は燭台の光を受けて銀色にキラキラと震えていた。はあ、幸恵はうろたえている。マナジョはそう思った。そしてそう思った時に、自分の役目がどんなに重大であるかということを悟った。このことを誰が知っていますか？まだ私だけでござります。使いの者はどうしました？私の住まいに留め置いてございます。マナジョはちょっと目をつむった。落ち着かなくてはいけない。決してせいてはいけない。今自分が言うどんな一言もお師匠の運命に関わらずにはいないのだ。つむった目を静かに見開き、冷ややかとも思える声でマナジョは言った。ではこなたは下がって、その死者を誰にも会わせぬように計らってください。そして寝の刻までに年寄り旗頭、それから物頭全部を辰巳櫓へ集めてもらいます。すればやはり館林へご合体でござりますか？それとも後でそれは言います。厳しい小姉だった。皆が集まって皆の意見をも聞いた上で言います。それまでは決して表立たぬよう、他の者たちに気づかれぬようにしてください。幸恵之助は下がっていった。マナジョは一人になった。両手を膝に置いたままじっと目をつむった。自分の心がどのような状態にあるか、まずそれを見極める必要がある。もしや動転していはしまいか。平常から覚悟は決めていたと信ずる、その覚悟に揺るぎはないかどうか。じっと息を詰め、縫い物の針の跡を数えるような冷ややかな丹念さで、己の心のありどころを追求した。確かに心は動揺していた。常にはあれほどはっきり自分を支えていた心の中心が、今はぐらぐらと揺るぎ出し、何にでもよい、力限りすがりついてゆけるものを求めて足ずりをしているようだった。そうだ、この弱い、うろたえた気持ちは確かに自分の中にある。これをごまかしてはいけない。自分はまずよくよくこの惑い乱れた心を突き止めるのだ。我と我が体の不分けをするように。マナジョは自分の臆した心をどこまでも追い詰めていった。豊臣秀吉が関白太政大臣の牽制と威力をもって北条氏討伐の戦を起こしたのは、その前の年、天正17年10月のことであった。天下の所有はほとんどその帰化にはせ参じ、明けて今年の3月には、小田原城を全く包囲してしまい、さらに石田三成、大谷義継、夏塚正家らをして、高槻、武蔵、下宇の諸国にある北条氏の俗城を攻め落とすべく軍を進めさせた。坂巻幸恵之助のもとへ来た使者というのは、館林城からのもので、すなわち石田三成が3万の大軍を持って国境へ迫っている。すぐこちらへ合体せよという知らせであった。北条氏は戦が始まるとすぐ関東諸国にある俗城の主たちを小田原へ召集した。これは本城の守りを固めると同時に、
どっかの離反を防ぐ策だったのである。城主たちはおのおのその兵の大半を連れて小田原城へ立てこもった。したがって留守城はどこも防備が手薄だった。兵も武器も乏しかった。それで自ら頼みがたしと見た足利飯野板倉北大島前岡西島などの諸城の人々は北条氏則の居城だった館林の城へ合体したのである。忍野の城主成田下総の神氏長も子息氏則と共に聖廟500余騎も従えて去り、城に残った兵はわずかに300そこそこだった。あとは老人と幼弱者と婦人たちだけで、もちろん武器も足りなかった。マナジョは夫氏長の留守を預かるとき、この事実をよく承知していた。そしてもしも小田原が落城をし、関西の軍勢が押し寄せてくるようになったら、城に火をかけて潔く自害しようと心を決めていた。成田氏長の妻として、太田三楽祭の娘として、世に恥じぬ死に方をするのが自分の務めである、そう覚悟していたのだ。しかし事情は全く違ってしまった。小田原城が獣医のうちにあってなお頑強に戦っているとき、早くも関西軍の一部が攻めてきたという。城に火を放って死のうという覚悟は、小田原城が落ち、夫も我が子も討ち死に落ちた後のことである。まだ本城は戦っているし、夫も我が子も戦の中にいるのだ。自分の死ぬ時はまだ来ていないのである。任せて去った夫が生きているうちは、預かった城を守り通すのが妻の務めなのだ。第二章。しかし果たしてそれが可能であろうか。300に足らぬ兵と十分でない武器とで3万の敵軍に対抗することができるであろうか。マナジョは身揺るぎもせずに座っていた。辺りの空気が重みを持っていて、それが四方から押し縮まってくるような息苦しさだった。耐えかねてあえいだ。誰かを呼んで身を支えてもらいたいという激しい衝動を感じた。それはまさに耐えきれぬ激しさだったが、マナジョは歯を食いしばって自分のそのよろめく心を見守った。その衝動に負けてはならない。体をかわしてもならない。さあ弱音をあげるがよい、と彼女は自分に言った。女は心弱いものだという。どれほど弱いか、どれほど臆病であるか、すっかり吐き出してしまうがよい。見せかけの強がりや作り物の勇気などでは、とてもこの難関にあたることはできないのだ。もっともっとあるだけの弱さ、あるだけの脆さを出し切ってしまえ。骨の髄まで素裸になるのだ。自ら自分を突きのめし、鞭打つような気持ちだった。それは戦いであった。雪之助が下がってから半時余りの時間ではあったけれど、その短い時間のうちに魔の女の戦いがあったのだ。どこかでひそやかな寒々とした物音がしていた。雨のようでもあり、遠い潮鳴りのようでもある。かなり前から耳についていたのが、次第にはっきりしてきたと思うと、やがてそれは館の庭にある高村に風の渡る音だということが分かった。氏長が大和の国からはるばる取り寄せたヘラ岳というもので、植えてから10年ほどにもなる広くて長い優美な葉をつけ、雨にも風にも良き風情を添えるし、また矢を作るのに適していたから、増えるに従って
城中の底かしこに植え移してあった。その高村に今夜風が渡っているのだ。そしてそのさやさやとなるかすかな外れの音をそれと聞き止め、ああ、あの竹だったかと思い当たった時、マナジョはふといつかしら自分の胸が軽くなっているのに気づいた。それは心が落ち着き場を持った印だった。弱さは弱さなりに底がある。その底を突き止め、その底を確かに踏みしめた時、高村に渡る風の音を聞き分けるゆとりができたのである。彼女はやがて静かに目を見開いた。あれほどよろめきたゆたっていた心がとにもかくにも落ち着いていた。自分には自分にできる限りのことしかできない。当のもので百の戦いをする力は自分にはない。それは確かだけれども、当のものを当だけに戦い切ることはできそうだ。そういう気がし始めた。戦の方もよくは知らないし、気略とか妙策とかいうものもない。自分はごく当たり前な女である。平凡な一人の妻に過ぎない。ただその平凡さをできる限り押し通し、貫き通すことより他に何の取り柄もない。そしてその限りなら自分にもできるはずだ。洗いざらい弱さ脆さを吐き出してしまった後の落ち着き場を得た心の底から、少しずつ力が湧き上がってきた。それはもうごまかしではなかった。作り物でもなかった。マナジョはそれでもなおよくそれを確かめてから、初めて懐紙を取り出して両手を拭った。両の手のひらにはじっとりと油汗がにじみ出ていたのである。それから静かに座を立って己の居間へ入っていった。そこには二人の侍女が職を守っていたが、それを下がらせて室の神座に飾ってある鎧の前へ行って座った。それは夫が出陣をするときに、いざという場合にはこれを氏長だと思って死ね、そう言い残していった品である。マナジョはしっかりとその鎧を見守った。申し上げます。襖の向こうで侍女の声がした。坂巻殿お上がりにござります。南が仰せつけの場所に思考をつかまつりましたとの言状にござります。やがて出ると申せ。侍女は静かに去った。マナジョはなおしばらくの間じっと座っていたが、やがて娘の貝姫に来るようにと伝えさせた。姫はその時14歳だった。母に似た極めて麗しい妹形を持ち、心も大人びていたし、体つきも優れて大きかった。もし聞かすことがあります。こちらへお進みなさい。マナジョはそう言って、向き直った。貝姫は静かに母の前へ進み寄った。第三章。姫に夫の兜を捧げさせて、マナジョが辰巳櫓へ渡ったのは、寝の刻をかなり過ぎてからのことだった。そこには、留守年寄りの雪之助をはじめ、成田康永、正木丹波、船橋匠、新田日立之助、成田継家などの旗頭以下、番頭格の者たち34人が集っていた。彼らの多くは老人であり、実戦の経験もほとんどなく、永禄3年に上杉謙信と戦った時も、壮年で従軍したのは、その中で
幸恵之助一人と言ってよかった。もちろんこの後に及んで未練な考えを起こすほど卑怯なものはないであろう。しかし事態の重大さが彼らを動揺させていることは確かだった。マナジョはそれをはっきりと認めながら、館林からの使者の趣は幸恵之助からすでに聞いたことと思いますと静かに言った。使者の口上にはこの城を引き払って館林へ合体するようにとあります。皆々はどう思われますか。ありようの意見を申し述べてもらいます。しばらくは息苦しい沈黙が広間を占めていた。それで幸恵之助が答えを促すと、新田常陸之助が同意の者の意見を代表して、館林城へ合体するのが良策であると答えた。お市城は守り手も薄く兵も武器も取るに足らぬ数ではあり、到底大軍を引き受けて戦うことはできません。それに引き換え館林の城は防備も固く、神津家八ヶ女房の人数が合体しておりますから、これと力を合わせれば存分に合戦ができると存じます。わかりました。マナジョはうなずいて人々を見回した。今常陸之助の申した意見をもっともと思う者は前へ進むがよい。彼らは互いに目を見交わしたが、やがてほぼ半数の者が席を進めた。後の者は別に意見がありますか。我らはと船橋匠が言った。いかようともお方様のおぼし召し通りにつかまつる所存でござります。それは意見ではあるまい。常陸之助がきっと向き直った。お方様おぼし召し通りとは我らも申すことだ。戦表情である限り、殿お留守を預かる責任をも考え合わせ、しかとした所存を申し上げべきではないか。これが我らのしかとした所存なのだ。二人はそこで激しく議論を戦わした。最前から同じ問題がやり取りされていたものと見えて、他の人々も二派に分かれて声高に言い募った。しかしやがて黙って聞いているマナジョに気づいて、果てしのない議論もやめた。静かになった広間の四壁に食の光が人々の影をおどろおどろしく映し出している。お方様にはいかがおぼしめしまするか。坂巻幸恵之助が初めて口を開いた。マナジョは打ち返すように言った。わらわはこの城を守ります。無造作な何気ない言葉だった。常陸之助がずっと顔を上げた。軍議ゆえぶしつけにお伺い申します。城の防ぎは備わらず、武器は足らず、しかもわずかに300の兵をもって、お方様にはまことに3万の軍勢とお戦い遊ばすお覚悟でござりまするか。そうです。それには何かおぼしめす軍略でもござりますか。城の内外にある老幼婦女をどう遊ばしまするか。常陸之助はわらわを何と見るぞ。わらわを女とは見ぬか、ここにいる姫を少女とは見ぬか。常陸之助は言葉に詰まった。女の口からはおこにも聞こえようが、いかに堅固な城によればとて戦いに勝つとは決まるまい。余るほどの武器、精鋭すぐった大軍を持っても負け戦になる試しは数々ある。城に頼る者は城によって滅びる、武器に頼る者は武器によって破れる。大切なのは城でも武器でもなく、それを用い動かす人の心にあるのではないか。10万100万の兵も烏合の衆では足並みも揃うまい。
これに対して一騎当選と申す言葉がある。これはその人の強さではなく、戦う心の現れを申すものだと思う。その心の現れが戦の運を決めるのではないか。少しも気負った調子はなかった。平常通りの優雅な婦人の声音だった。わらわは兵も武器も足らぬとは思いませぬ。弾丸一つ、いや一筋、その一つ一つに無駄がなければ武庫にあるだけでも余るくらいです。兵はなるほど300そこそこでしょう。けれど戦いは兵だけがするものではない。推しの領土に生きる者は皆兵となって戦うはずです。老人も幼児も婦女も、少なくともわらわと姫とは戦います。そう言ってマナジョは静かに上着を脱いだ。カイ姫も脱いだ。二人とも下には鎧の腹巻きをつけていた。第四章。表情はその一瞬に決まった。館林へ合体しようと言った日立之助とその同意の人々も、無論お市場の守りにつく決意を固めた。マナジョはその表情がもはや揺るぎのないものだと見極めると、夫の兜を取って静かにかぶり、では改めてただいまからわらわがお市場の主になります。この甲冑は下草の神氏長様のお着せ替えでした。この甲冑をつけて命ずることは下草の神の下知と思ってもらいます。そう言いながら立ち上がったマナジョの姿は甲冑もよく似合って非常に凛子としたものだった。人々は嘆笑の声を上げながら等しく平伏した。マナジョはそれを見下ろしながら、これで戦いの第二にも勝った、そう思い、兜のまびさしの陰でほっと吐息をついた。はじめに己の弱い心に勝ち、ここでは城兵の戦う心を固めた。マナジョはこうして敵と戦う前にまず味方の備えを戦い取ったのである。あくる日の朝、坂巻、船橋、成田、継家、新田、成田、安永の5人が本丸へ招かれた。マナジョは甲冑をつけて上座につき、5人のつくべき役目を申し渡した。すなわち坂巻幸恵之助は総奉行に軍官を兼ねる、船橋匠は武庫奉行、新田日立之助は槍弓鉄砲奉行、成田継家と安永は上類奉行として城の門旗堂を固める。そしてその各役目の下に置くべき番頭手代まできちんと決めた。かくてその日のうちに城下町は言うまでもなく、領内の端々まで城主の名をもって触れ書きが回された。それには関西の軍勢3万余騎が攻めてくること、城主はじめ留守の将士は城を守って戦う覚悟のこと、領内の民たちのうちお市場に立てこもるべき心ある者は老幼婦女にかかわらず城へ入るべきこと、その心なき者は司祭なく立ち退くべきこと、以上四箇条を分かりよく書いたものであった。その一方では領職から矢だけ弾丸を作るための鉛、領内にある刀槍の類を買い上げさせた。次の日あたりから領民が集まりだした。城主の恩に報ゆるためか、領土を守ろうとする心からか、老人が女が子供たちがみんな固い決意の色を見せて集まってきた。それは5日の間続いた。そしてもう来るものはないと決まった時、マナジョは彼らと対面をした。領民たちは
本丸の馬場に集まっていた。マナジョは姫に兜を持たせて城壁の上へ現れた。五人の旗頭が固従していたが、萌衣村子の鎧に太刀を履いたマナジョの姿は五人の武者をはるかに抜いて見事だった。領民たちはその装備な姿に心を打たれ、互いに感動の声を上げながら新しく戦いの決意を誓い合った。すぐに戦備が始められた。弾丸を射る者、矢を作る者、防塁を築く者、糧食を運ぶ者、軌道を言う者など、城の内外は目覚ましいほどの活気に満ちてきた。また城中の武士の婦人たちだけで城壁の外郭に堀を掘った。これは非常に大がかりなものだったが、しまいまで婦人たちだけでやり通した。この堀を掘り始めてから間もなくのことである。幸恵之助が見回っていると、婦人たちのある一組が仕事の手を休めて何かひそひそささやき合っているのを認めた。近寄って何をしているかと尋ねると、一人が手に持っていた口蓋を差し出して、このような品が堀の中に落ちていましたので、と不審そうに言った。その元たちの持ち場だ。口蓋が落ちているのに不思議はあるまい。並々の品なれば不審はござりませぬが、これは私どもの持ちうるものではござりません。そればかりではなく、とそばにいた一人が言った。私その口蓋には見覚えがござります。私は数年前まで奥へ上がっておりました。その折確かに見覚えております。それはお方様が日常お持ちなされる品でございました。これが、この口蓋がお方様の。幸恵之助は夫人の手から口蓋を受け取った。あることがふと彼の頭にひらめいた。いずれにもせよ、と彼は口蓋を懐紙に包みながら言った。かような品の詮議をするいとまはない。領民たちに遅れを取らぬよう、一日も早く堀を織り上げなければならぬ。しっかり頼むぞ。やはりお方様だ。お方様がお忍びで自分たちと一緒に堀を掘っていらっしゃったのだ。夫人たちがそうささやき合う声を聞きながら、幸恵之助はその足で本丸へ上がった。広書院へ志向すると、いつもの通り甲冑をつけたマナジョがちゃんと上段の将棋にかけていた。幸恵之助は内密の言上だからといって侍女たちの遠慮を願った。マナジョは手を挙げて侍女たちを下がらせた。今日かような品が堀作りの場所より見出されました。幸恵之助は口蓋を差し出しながら上段の際まで膝を進めた。彼らの中にかつておそば近く仕えた者がおり、お方様御用の品と申しております。その者の覚え違いでござりましょうや、それともお方様御用のお品にござりましょうや。もし御用の品なれば、家臣どもと苦労をお分かち遊ばすおぼしめしでござりましょうが、それはいささかお考え違いと申さねばなりません。お方様はお師匠の御主、さような軽々しいお振る舞いは。そこまで言いかけて幸恵之助はあっと目を見張った。兜のまびさしの影に見えたのはマナジョではなかった。マナジョによく似た麗しい面差しではあるが、それは貝姫であった。姫が母に代わって甲冑をつけていたのであった。これは、幸恵之助は継ぐべき言葉を知らなかった。そして彼には今家臣の妻たちと一緒に泥まみれになって堀を掘っている夫人の姿が見えるように思えた。第五章。石田治部少輔三成が三万の軍を持って神津の国へ攻め入ったのは天正十八年五月であった。彼は
佐竹、宇都宮、結城、田ヶ谷の諸将を指揮し、27日早朝から館林を攻撃せしめた。館林には留守兵をはじめ、神津家の国八ヶ条の兵およそ6000余騎が立てこもり、力を合わせて防戦したが、もとより寄り集まりの兵のことで決戦の息もなく、わずか3日の戦いにあえなく敗れ、同じ30日にはついに降参の上開城してしまった。勝ち戦に勢いを得た石田軍は直ちに忍野の領内へ侵入し、6月1日城を包囲して人混みとばかり攻め立てた。城はびくともしなかった。初めから忍野城の防備がどれほどのものかよくわかっていた。館林でさえわずか3日で落ちたのである。まして忍野などは半日もかかれば片付くに違いない。将も兵もそう思っていた。まるで舐めてかかったその攻撃の出鼻は、しかし予想もせぬ激しい防戦をもって叩かれ、寄せては非常な損害を被って敗退した。こんなはずはない。彼らには自分たちの負けた理由がわからなかった。また城兵の守りが固いのだとは考えられなかった。侮りすぎたのだ。今度こそは一押しだ。攻撃は続けて行われた。2度3度。しかし城はやはりびくともしなかった。泥でつくねたくらいに思っていたのが、実は鉄石の壁だった。今度こそはと必死の攻撃を仕掛けるたびに、寄せては少しずつ忍野城がどのような守りであるかを教えられた。そしてあまりに予想とかけ離れた事実を見て呆然とした。城兵の数は知れたものである。武器も多くはないはずだ。それでいて実際には驚くべき防戦ぶりを見せた。城には4つの門と5つの木戸があった。そのうちどの1つを攻めても兵が十分にいて防ぎ戦うのである。寄せ手を間近へ引きつけておいて一斉に射出す矢が弾丸が一つの無駄もなく生き物のように寄せ手の兵を打ち倒した。激しい戦車に続いて切って出る城兵の凄まじい戦いぶりは悪鬼とも羅刹とも言いようがない。それがどの攻め口をついても同じだった。城兵は300余りということだったが、事実は2000より少なくはないぞ。それも精鋭すぐった兵に違いない。そういう評判が寄せ手の陣に広まった。これは迂闊には攻められぬ。首相三成もこの評判を聞いた。彼も忍野城の堅固さに驚いていたので、ある日その本陣を出て丸墓山の丘の上に立った。忍野城は平城である。北に利根川の流れがあり、南には荒川が蛇行している。城はそのほぼ中間にあって、地盤は低く、その周囲には水田と小宅とが打ち渡して見える。そして今三成の立っている丸墓山の中心に小高い堤が北と西とへ伸びていた。これは2つの川がしばしば氾濫するので、高地を守るために農夫たちが築き立てたものであった。三成はこの地形を見て、かつての高松城の戦いを思い出した。秀吉はなかなか落ちない高松城を
水攻めにした。今見るところではお市場も水攻めには屈強である。よし、水攻めだ。本陣へ戻った彼はすぐに命を発し、水よけの包みをそのまま利用して南から西へと半円を描くように築き伸ばさせた。工事は夜も日も分かたず続けられた。人手は余っていたし、賃金も惜しまなかった。それで10日足らずの日数でリオの朝廷が築き上がった。すぐに利根を切り、荒川を切った。二つの川水は濁流となって御師の低地へ落ち、御師城はその砦の根まで現れるに至った。けれどしすましたりと思う間もなかった。それから数日の間降り続いた豪雨のためにせっかく築いた包みはたちまち決壊し、濁流はかえって寄せての陣へ襲いかかった。それだけではなかった。氾濫した水はなかなか引かず、城の周りは一面泥海となったので、包囲軍は三丁も五丁も陣を後退させる始末となったのである。あれを見ろ、珍しい戦があるものだと城兵たちは盾を叩き手を打って笑い囃した。寄せては己を水攻めにしているぞ。おまけに矢玉が嫌じゃと言うてだんだん陣を下げてゆくわ。あれでも関白の軍勢だ。たわけたざまをよく見てやれ。思うままに罵り立てる声が寄せての兵たちにもよく聞こえた。しかし見渡す限りの泥海を越えて攻め寄せる方はなかった。たとえその方があったとしても、城兵の戦いぶりを骨身にしみるほど味わった寄せてにはおそらく突撃するだけの戦機はなかったに違いない。こうして日が経っていった。糧食の尽きるのを待っても、付近の民たちは全部が城とつながりを持っているので、石田軍の目を抜けてはいくらでも城中へ食料が運ばれる。水攻めの包みを築き立てた時にも人足に雇われた民たちはもらう賃金をすぐ必要な物資に変えて城へ持って行くし、隙を見つけると寄せての陣へ火をかけたり、野中突然宿所へ切り込んだりした。ここに御師城の不落の要素があったのだ。八か所も六千余騎の兵を集めた立林がわずか三日で解除をしたのに、御師がこれだけ目覚ましく戦いつつ34日も守り通したのは、将も兵も民も老若男女が全部心を一つにして戦ったことによる。ことに城の内外にある民たちの協力が最も大きくものを言った。女わらべと一口に言うけれども、これらが一度心の底から奮い立ち力を合わせて戦えば、これだけの見事な戦ができる。石田軍三万の兵力は、つまりその力の前に手も足も出なかったのだ。その点だけでも御師城の戦は多くの合戦記の中で特異のページを占める価値があるであろう。かくてついに6月は終わった。第6章。まぶしいような7月の日光が矢山から差し込んでいた。御師城本丸の矢倉に真名女は幸恵之助とただ二人滞座していた。数日前、小田原から夫宇治長の手紙が届いたのである。宇治長は蓮華の友である山城の神、山中
長年の取りなしで秀吉と和を結び、その軍門に下ったのである。そして御塩も開城するようにと言い送ってきたのだ。城の将兵には咎めなし、資材もそのまま退場してよく、また領民たちは戦前通り井戸庫財物を安堵させる。会場の条件としては例のない寛大なものであった。表情の結果なお戦い抜こうというものが多かったけれど、マナチョは夫の言いつけに背く気はなかった。領民たちの居所財物が従前通り安堵されるということも揺るがせにはならない。するだけのことはした。下総の神氏長の妻として戦うだけは戦い抜いた。しかも合戦に敗れて開城するのではない。夫の言うところに妻として従うのだ。開城と決めます。マナジョはそう決めた。そしてすぐ城兵の無備を解かせた。まことにこの度のご指揮ぶりは老人などの思いも及ばぬ見事さでございました。幸恵之助は十回するように言った。少年どもに将校を打たせ、旗差し者を打ち振らせて軍勢ありと見せ、巣は敵の寄せたりといえば即座に300の兵をその口へ向け、いずこを攻めても揺るがぬ采配、あれには敵も呆れたでござりましょう。城が狭いおかげでした。マナジョは静かに言った。そして少ない兵たちの足並みが揃っていたからです。足並みが揃ったといえば領民たちはよく働いてくれました。わらわはこの上もない教訓を受けました。農夫も秋人も女も子供もいざと心を決めればこれだけの働きができる。戦いは城の備えでもなく武器でもなく精鋭の兵だけではない。領内のすべてのものが一つになって立ち上がる心にあるのだと。そしてその心を一つにまとめたものは。幸恵之助は懐から懐紙に包んだものを取り出していった。この一本の公害でござりました。家臣の女どもの中に身を忍ばせて、そのロークを共に遊ばしたお方様の一筋のお心がもとでござりました。それはもう言わぬはずではないか。申しません。私の口からは申しませんけれど、あれ以来たれ言うとなくあの時の堀を公害堀と呼んでおるのをご存知でござりますか。公害堀、それは。マナジョはかぶりを振りながら言った。それはあの堀を女だけの手で掘ったゆえ申すのであろう。白堀には珍しい優しい名がつきましたこと。あの者たちのこの上もない記念になることでしょう。そう言いながらマナジョが将棋から立ち上がった時、本丸前の広場からにわかに人のどよめきの声が聞こえてきた。幸恵之助が立っていった。すると城を立ち退いてゆく民たちであろう。老若男女のおびただしい人数がこの櫓を見上げ、しきりに何か叫んでいるのだ。幸恵之助は戻ってきていった。お方様、領民たちが今退場するところでござります。最後にお方様のお姿を拝みたい様子で、あのように櫓前へ集まって騒いでおります。おばしままで出ておやり遊ばせ。そのような晴れがましいことは嫌だけれど。そう言いながら、しかし思い返してマナジョは飼い姫を呼ばせ、二人で静かに櫓のおばしまへと出て行った。
おそらくはこれが上司として領民たちを見る最後であろうと思いながら。